FRB ・ FR B 連邦準備制度理事会のパウエル議長は16日、アメリカのインフレ率が高止まっていることから、利下げに転じる時期が従来の想定より遅れると示唆しました。So

現行の政策金利の水準を当面維持する意向を示しました。